はい、こんにちは、みつくんです。今日はですね、また伊勢中川駅いるんですけど、今日は8月14日のね、水曜日になりますということでね、はい、お盆期間中真っ最中なんですけど、まあ、この時にね南海トラフ臨時情報注意というね、大地震注意報が出ておりますが、まあ、それでね近鉄も運用が変わってるんですけど、まあ、賢島までの特急行かないというね、賢島行き特急が五十川行き特急に変わっちゃうよという感じなんですけど、まあね、前回ちょろっと紹介したんですけど臨時列車が、走っております。ちょっとねそいつ乗ってみたいなと思ってるんですよ。はい、まあ、そんな感じでね8月14日なんですけど、昨日までね広島行ってたんですけど、今日早々に動きます。はい、ということでねちょっとその臨時列車はどんなもんか乗ってみたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。伊勢中原ね、伊勢志摩方面の時刻表なんですけど、今7時台、宇治山田行き、鳥羽行き、松阪、宇治山田、五十川、ね、これね普通の列車ってこう7時台賢島行きがないんですよ。で特急見たら賢島31分51分とあるんですけど、この31分51分これがね、賢島まで今走らないんで五十川行きになってるんですよね。はい、そうなるとどうなるかというと6時48分賢島これなんですけど、これ乗っても追いつけないんですよ。追いつけないということは賢島まで行こうと思ったらどうなのっていう感じなんですよね。はい、これがまた難しいところで、じゃあ9時28分まで待たないといけないのこれって感じなんですよ。で鳥羽まで行くやつはねここに1個あるんですけど、さあ臨時列車走るかなという感じなんですけどね。はい、なかなかね難しい。お盆期間中平日だったらね8時26分に賢島行き特急が賢島行きの普通があるんでこれあるんですけど、7時台はないですね。同じく7時台のね賢島行きがない。今ね7時台の賢島行きっていうのがなくなってるような状態ですね。はい、まあ8時台もないですね。これ見たらね、まあ、特急がね五十川止まりになってるんで、さあ鳥羽行き急行です。この鳥羽行き急行に乗ったらね多分鳥羽始発の賢島行き普通に接続できんのかな。だから鳥羽始発はあるんですよね。鳥羽始発あるんで、まあ、島線は1時間1本の、普通は確保できてるのかなという感じがするんですけど。はい、うまいことね接続すればね多分ねこれ乗ったら鳥羽始発のあれに間に合うのかなっていう感じがするんですけど、まあ大変ですよね。はい、ということで次の特急でね五十川まで行きたいと思います。っていうかね今の急行乗れよと思うんですけどね。あ、交渉中。もう直さないでしょ。もう直さないでしょ、さすがに。ああ、到着した。これですね。乗っていきましょう。なんか臨時列車って言ってましたね。臨時列車。あくまでね、僕の予想ですよ。僕の予想。この車両臨時列車になると思うんですよ。で乗り込んだんやけど、本当やったらね、この前の鳥羽行きの急行乗っとけっていうことなんですけど、これね。になるんじゃなかろうかなと、そうやって想像して乗りました。はい、ということでトイレしに来ました。はい。賢島行き特急やったんやけど、まあね、大地震の注意で賢島まで行かず五十鈴川までということになってますね。ただこっから臨時になるんじゃないかな、違うかな。予想大外れみたいな。9時3分まで待てってこの電車はこの駅までです。この電車はこの駅までです。なんか駅員さんめっちゃ出てるな。ことはですね、鳥羽行きが8時26分なんですよ、鳥羽行きがね。で賢島まで行く臨時列車が多分9時3分なんですよあと1時間も待たなあかん。いやーこれはちょっと強烈やな、不便に。本当やったらね、今乗ったやつがね賢島行き特急だったんですけど、また次も回送で来る。9時3分貸し切り。実はね今日ね、なんか NN プラス NN の8両編成のね、列車もね来るんですけど、五十鈴川発かな、あれ乗ったら取られへんな貸し切り乗ったら取られへんな。まあいいか、仕方がないな。てっきり1時間に1本ぐらい臨時列車あるのかなとずっと思ってました。はい、これはねやっぱりね、昨日まで広島県行ってたんで、時差ボケっすよ、時差ボケいつもの8時34分発の賢島行き特急じゃん。8時34分でよかったんや。なんかこう気合い入れてね、朝早出てきてもなんかすっげえ空回りした感がありますけど、残念。まあ待ちますか。こんな暑いところで待つのもつらいな。鳥羽まで行ってみるからね、次の普通でとりあえず鳥羽まで行ってみて、鳥羽からもしかしたらね超臨時みたいなのが出てるかもしれませんからね。薄いな、薄い。なんか英語やん、もう完全に文章書いてるみたいな英語になってるけど、すげえ停車駅多い。文章やんこれもうね。とりあえず鳥羽まで行くかこいつに乗って本当はね臨時列車を2番乗り場到着の電車は26分発の普通電車鳥羽行きでございます。鳥羽まで各駅に止まります。本当はね臨時列車待ってもいいんですけどね、もう五十鈴川ちょっともういいかな鳥羽行こう、鳥羽。脈々や。本日も五十鈴川賢島間で特急列車の運休をいたします。本日9時13分発に賢島行きの臨時列車を運転いたします。9時13分発の賢島行きの臨時列車を運転いたします。電車行きは島磯で宇方です。ご利用のお客様は4番乗り場でしばらくお待ちください。はい、ということで9時13分、9時13分まだ先じゃん。はい、ということでね、臨時列車来るみたいなんで、それに乗りましょう。ご注意ください。ということで9時13分臨時列車確定ということでね、はい、これがね、島磯部、宇方、そして賢島と止まるわけですね。はい、楽しみに しましょう。二重丸、お前まだこびりついてる。結構ね老朽化してるよね。はい、二重丸トレインは なくなったけど、二重丸はいるという感じですね。はい、ということで9時13分までどうしよう待つの大変やな。はい、まあ行きますか。待っときましょうか。一回外出ようか。まあ臨時列車ね、どっか書いといてくれたらいいんですけどね。はい、まあね、書いてないから臨時なんだとは思うんですけどね。そんな感じですね。朝早すぎて何もやってねえわいや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 、お腹ちょっと空いたんですけど、こう見えても私今日夜勤ですからね、はい、夜お仕事してますから、本業をしてますからさすがにね臨時は表記されてないですね。はい、9時31分ですか。あと20分ぐらい。昨日もね本当ね、広島行ってね、もうめっちゃ顔がめっちゃ日焼けしたんですよ暑い暑い、本当暑いですからね、皆さん気をつけてくださいね。海藻が止まってますね。これ俺さっき乗ってきたやつじゃないの、五十鈴川まで乗ったやつじゃないのこれね。さあガードラー付きのね近鉄列車もこう変わりましたね。はい、もうここもガードラーが付いてますからね。ここガードラー、はい、卵みたいなのがいっぱいね、こう2億匹ぐらいいますけどいや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 、このシートの模様とかいいですね。はい、いいよね。ね、まあね、8Aももうすぐデビューするということなんですけどね、やっぱりねこのガードラー更新車、これもね負けてはいないですよ。はい、落ち着けるクリーム色になってるっていうのがいいね。うん、お、出ましたね、伊勢海老の手すりじゃないですか。伊勢海老手すりじゃないですかこれこんなところで発見。これなんかポイントたまんの？ポイントはたまらない。違う、これは違う。五十鈴川9時3分発言うてたからね、今出発したぐらいかな。はい、出ましたね、貸し切り、これですね。これが鳥羽に来るってことですね。満席になることはないのかなとは思うんですけどね、人の量から見ると多分4両編成だと思うんでね。幕がなんて書いてるか見えない。海藻会、海藻会、海海海、あら違う違うんやね。ほら貸し切り表記になってる。貸し切りです、貸し切り。間もなく来るんじゃない？ご乗車ありがとうございます。間もなく4番乗り場に賢島行きの臨時電車が間もなく到着いたします。賢島行きの臨時電車途中の停車駅は島磯部浦田です。島磯部浦田賢島へお越しのお客様は4番乗り場後方の電車にご乗車ください。まもなく4番乗り場に13分発の本日臨時の賢島行きが到着いたします。停車駅は島磯部浦田賢島です。それ以外の駅には停車いたしませんのでご注意ください。各駅停車ご利用のお客様は3番乗り場停車中31分発の普通電車の賢島行きをご乗車ください。まもなく4番乗り場に13分発本日臨時の賢島行きが到着いたします。途中の停車駅は島磯部浦田です。島磯部浦田賢島へお越しのお客様は4番乗り場へ電車にご乗車。こいつか特急じゃなかったか。なるほど、そういうパターンあるんだね。なるほど。幕白い白い、これでなるほど。扉が閉まります。ご注意ください。そういうことか、そういうことか。なるほどね。いや、恐れ入ったな、普通。あ、中野号。中野号を通過してる。感動的、すごい感動的。電車の行き違い待ちをいたしますのでお待ちください。ちゃんと巡回されてますね。駅員車掌さんもいて。これは賢い、普通の伊勢中川行きの人です。これはもちろん船津駅は、船津駅も通過。みじゅまるトレイン号はここ止まってたもんね、船津は。夏じゃない、松尾だ。ごめん、松尾駅。つうか白木も通過。ゴチ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 。さあ島磯部到着です。あそこ見えるかな。次は宇方に止まります。団体列車って書いてある。団体列車。多分これの折り返しじゃないかなとは思うんですが。扉が閉まります。ご注意ください。穴川です。右側の扉が開きます。出口は右側の扉が開きます。扉にご注意ください。閉まります。扉付近ご注意ください。俺しかおらんやん。マジで俺しかおらんようになったで。みんなうがたか、すげえな。停車駅はみんな駅員さん出てますね。いやー、この4両編成島線走んのってなんか感動的やわ。いつも2両編成しか見てないんで。2両編成のワンマン。次は賢島です。次の駅までです。お忘れ物ないようお利用したくお願いします。自動アナウンスがないんですね。ということで島神明駅、島神明駅ですね。列車以外のこれを見るなんてもうなんか感動的。ここれ1番線パ5番線パターンか、5番線パターンもしかして、あ違うな、5番線ではないな、4番線か。貸し切りになってくれへんかな、あれあれを乗りたかったんですけどねよっしゃ到着ということで、折り返して帰ろう。9時50分発の臨時列車、かしこ4分ぐらいしかないですね。もうすぐ乗ろう。いいっすね、いいっすね。幕はなし、白幕ですね、白幕、白幕ですよ。で鳥羽までなんですね、次鳥羽からどういう接続になるんだろう。伊勢中川行き普通があるのかなあ。この4両編成やばいいな。はい、ということで乗っていきますよ。時間がないんでね、乗っていきます。それというところがすごい感動的だわ。いつもねワンマンなんですけどね、まあさすがにね特急だと、特急の臨時列車はもうやってないんだろうかね。そこら辺も気になりますけどね。鳥羽行きの臨時列車です。尾形島磯で鳥羽に止まります。斬新ですね、斬新。やっぱりねこうじゃなくてね、ね特急が行けなくなって、そのね鈴川まで賢島行きの普通しかなかったらやっぱりきついからね。だからこの臨時列車ってすごいありがたいですよね。すごいよ、ロングスイートが数々の駅を抜かしていくみたいななんか感動的なんですよ本当に。いやすげえな。はい、まあそれだけなんですけどね、うん、夜勤前に何やってんだっていう話です。昨日広島から帰ってきたんですけどね、もうこんなことやってますからね。もうまあまあ次、夕方です。まだスペイン村行く人帰ってこないだろうと思うんですけどね。時間が9時53分なんでね、まださすがにスペイン村面白かった言うて乗り込んでくる人はまあいないと思うんですけど、この車両僕一人です。はい、結構いるなあ。スペイン村で一泊した人とかがいるのかな、ウガタで。その人たちが乗ってきますね。すごいね、満席ですよ、満席。背中が行く普通、どんだけやっぱりね特急に需要があるかっていうところですよね。さっき瀬長川に戻りましょう。はい、ということでね、戻ってきたわけなんですけど、やっぱりね、臨時列車ということでね、まあ、本数限られてますし、あれなんですけど、まあね、普通のワンマンもね、パンパンに詰まってましたね。はい、で、やっぱりね、五十鈴川駅が結構ごった返してるんですけど、ね、で、普通もパンパンだ、まあ、これはね、やっぱりね、まあ仕方ないのかなという感じがするんでね、人命ということでね、普通にね、特急バンバン走らせてね、地震が起きた時にね、やっぱり人命を守れないってなったら大問題なんでね、これは致し方がないのかなという感じがするんですけど、まあそんな感じでね、臨時列車、あんな感じで走ってました。でもやっぱり感動的よ、近鉄好きからしたらね、4両編成のね、あれはいいっすね、船津とかね、松尾とか、ガンガン通過しちゃうし、いいと思います。はい、ということで、伊勢志摩ライナー出発しました。レッツゴー。賢島行きだと思うんですけど、五十鈴川止まりですね。はい、ということで五十鈴川まで行ってらっしゃるということでね、まあ本当結構レアなね車両に乗れたとは思うんですけど、まあ、そんな感じで今日はこれで終わりたいと思います。はい、ということでね、早く南海トラフのね、地震がね、まあ本当ね、安心できる日がね来てくれるといいんですけど、まあ、地震なんてね、本当にいつ起こるかわからないんですけどね、はい、ちょっとそれはね、自己防衛をねしていただけたらなと思います。はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。